ゆっくり霊夢格好プ主です。マリサだぜ。前回は結構進展あった回になったね。長宗我部家の中国地方進出、織田家と長宗我部家との同盟解除だな。どちらも長宗我部家が絡んでるけど、中国地方に進出してくれてるおかげでワンチャン最後の本拠地狙いも選択肢に入るようになってきたよ。毛利家もどんどん衰退していってるし、もう少しで滅亡も見えてきてるんだぜ。あと天下統一総選挙たくさんのリクエストありがとうございました。すぐに集計して予選からまたやっていくので投票お願いします。今回は期限短めに設定する予定だから早めに投票よろしくなんだぜ。ってことで状況確認と今回の作戦立てていくよ。前回は合算飛んだ城、水戸屋城、日比山城制圧したんだったな。そうだね。そして日比山城の防衛戦から今回はスタートだよ。防衛に関しては織田家の援軍呼べるだろうし、近くまで長政さん来てるから合戦使ってでも守っていくよ。あとは今回の作戦だな。今回はどういう風に動いていくんだ？まずは長宗我部家の城確保かな。まあそれがいいだろうな。でも織田家が動いてから長宗我部家には攻めていくよ。毎回うちが動いて大量の敵部隊相手にしてるからね。でもそれだと一気に中国地方の城攻撃目標に設定されたら困るんじゃないか？それなら日比山城があるから最悪タッチだけはできるだろうし、割と周辺に城あるから同時くらいに出陣すれば間に合うと思うんだよね。なるほどな。じゃあ織田家の動き見てから後出しで動いていく感じか。そうそう、でもよくを言えば鏡山城は欲しいんだけどね。鏡山城さえ取れれば吉田郡山城囲めるし、四国への道も確保できるからな。一応長宗我部家の家臣も見ていくよ。は？劣化版織田家かな？左近、孫一など武勇強い武将が結構いるな。これは何としても最後の本拠地欲しい。でも最後だけにこだわると赤松家の官兵衛みたいに先に織田家に行ってしまう可能性あるぞ。そう、そこなんだよね。でもなんと孫一さんは鏡山城の城主だし、忠誠低いから有限、引き抜きのコンボももしかしたらできるかも。最悪孫一、左近さえ家臣に引き抜けたら他はいなくてもいいかもしれないな。元近さんは確かどっかのシリーズでやった時投票成功しなかったし、もしかしたら今回も投票できないかもしれないからね。まあその時は知らないうちに身内討ち死にさせてたりしてた可能性あるがな。あとは密かに狙ってるのが織田家の攻撃だよ。早くないか？それがそうとも限らないと私は思ってるんだよね。この後長宗我部家と織田家絶対戦うじゃん。その隙に攻撃を考えてるんだよね。でもそれだと長宗我部家と毛利家滅ぼせなくなるぞ。織田家に早めに攻めたい理由は一つ、これ以上城下開発進められたら勝ち目がなくなってしまうことなんだよね。確かに今なら機内とかそんなに城育ってなさそうだしな。このまま仮に毛利家、長宗我部家滅ぼして九州遠征に行ったとすると、その頃には今見てる城は万越えとかになってそうなんだよ。そうなると武勇差だけでは埋めれないくらいの兵力差、そして兵力差があるということは敵部隊が防衛時に集まってくれないということになるんだよ。結局防衛に敵部隊が集まってくれないと心中解除して城に攻め入っても、ちょっとの部隊で防衛対応されて攻めてる以上に攻められる、なんてことがあるだろうな。そうなってしまったら合戦が機能しなくなって武勇差だけでは埋めれなくなってしまう。だから私はこの織田家の長宗我部家総攻撃時が今後のこと考えても一番の狙い時だと思うの。確かに一理あると思うんだぜ。狙う城は攻め入る時に考えるけど一番は機内だろうね。威風範囲広いからな。それもあるけど清洲城付近は城育ってて威風で取るには魅力的だけど、すぐ隣には徳川家があるから得策ではないと思うんだよね。結局清洲付近制圧したところで織田、徳川から総攻撃が来るのか。それどころか最悪防衛の援軍に家康さんが来て合戦不利になってしまいそうだよ。じゃあもろもろ込みで機内が最適だな。だね、かなりの城奪われそうだけどお互い攻撃の試合になりそうな予感だよ。楽しくだ。日比山城防衛戦、織田家の援軍も到着しつつあるんだぜ。長政さん中心に戦っていくよ。のみさん以外そんなに強くなかったから苦戦はしなかったよ。日比山城防衛成功。騎乗して長宗我部家戦に備えていくんだぜ。資金が結構あるから農村掌握あまりできてないところから今のうちに重点的にやっていってるよ。兵力と兵糧収入増えるから連戦も可能になってくるんだぜ。あ、幻術師、孫一の有限だから絶対ミスれないんだぜ。
じじい頼んだぞ。お、おだけが動き始めたな。今のところ標的は鏡山城だけみたいだね。四国はもうちょっと複数攻撃みたいだけどな。ゆずき城が攻撃対象となるとそこより下の制圧は諦めた方が良さそうだね。やはりお前が最初に言ってたように左近、孫一だけ狙って無理なら織田家に攻撃仕掛けてもいいかもしれないな。予想通り機内からも結構部隊出ていってるから兵力消耗してくれるとさらに助かるね。じゃあ私たちは吉田郡山城を狙っていくよ。狙えても隣の佐藤影山城くらいかな。そうだな、でも耐久値減ってるし毛利家も隣接してるからそっちが狙いに行きそうな気もするが。確かに、じゃあ織田家の様子見ながらだけどおそらくこれが織田家と戦う前最後の攻城戦になりそうだよ。お、ナイスジジ様。流言成功したからジジ様に昇格したのか。これで孫一さんの引き抜きまで成功したら神様になっちゃうよ。ジジ様頼むよ。これ成功するかしないかで相当戦力変わってくるからな。武将の数増えてきたから毎年一人は元服するようになったな。チャチャさんかわいい。てかチャチャって長政の子供だったんだな。私も名前だけは聞いたことあるよ。お詫び申し上げます。あ、ジジ様失敗したな。やっぱジジイのままだな。城を攻め落としました。吉田郡山城制圧。結局佐藤金山城は毛利家、鏡山城は織田家が制圧しそうなんだぜ。てかさっきまで城主左近さんだったのに逃げてるし、プレイヤー同様攻城始まったら逃げるのやめてほしいんだぜ。城主部隊だけ左近さんで強くて伊賀壊滅させたら誰？って感じになるからね。織田家いい感じにほとんどの城から部隊出陣してるね。ここで一つ、安土城攻めるかどうかめっちゃ悩んでるんだよね。武将160人いるし東洋も3分の1くらいは成功するだろうしな。てか誰がいるんだろ。雪村いるのか。武龍順だけど雪村さん以外は思ったより強い人いないね。もう城主になってるんだろうな。なるほど、じゃあ無理して安土城狙うより機内の城が密集してるところ狙った方が効果的だね。今現状の織田家の兵力は21万、対してうちは5万5千ほどだな。約4倍の差か。その差を不意打ちでどれだけ減らせるかだな。鏡山城で苦戦してるみたいでさらに援軍を織田家が出したよ。織田家の部隊もほとんどが中国、四国に行ってるから攻めるなら本当に今だな。実際機内はほとんどもぬけの殻、威風峡はすぐには部隊集まらないから発動しないかもしれないけど、確実に複数の城制圧、敵部隊も格好撃破できそうだよ。実際心中解除したらどういう風に織田家が動くと予想してるんだ？まずはうちは最高峰の城を除いてほとんどの部隊を朽木谷城に向かわせる予定だから小谷城、沢山城、金山城あたりは清洲城付近の部隊に狙われるだろうね。小谷城は本拠地だが狙われてもいいのか？いいか悪いかで言うと悪いけどでも全部守りながらはこの状況で攻撃はできないから小谷城付近の城はくれてやるつもりだよ。でもそれだと次の本拠地どうするんだ？中国、兵庫あたりにしようと思ってる。実際今持ってる城ならどの城に本拠地移動させたとしても結構農村掌握終わってるし兵力自体はめちゃくちゃな弱体化はしないはずだよ。まあそれでも小谷城の兵力約1万の城を失うのはでかいがな。でもそうでもしないと城の制圧できないんだよね。かといって小谷城守るなら結局清洲城付近攻めないといけないし、でもそこ攻めちゃうと徳川家も動き始めちゃうからね。じゃあやっぱり機内しかダメなのか。結局本能寺イベントオフにしなくても時期的に間に合ったね。まさかこんなに早く織田家に攻めるとは思わなかったんだぜ。まあこの攻撃は背水の陣だし、やるかやられるかの戦いだから本当にすぐ決着がつくと思うよ。だから今回総選挙の期限短くしたのか。その通り、冒頭でこれに気づいた人いたらウプ主マスターの称号をあげるよ。絶対気づかないだろ。ってことで兄上、これまでお世話になりました。うつけが！めっちゃ怒ったな。まあ裏切るの2回目だからね。命令を下され。目標は朽木谷城。ここから一気に機内の城を占拠する。しくじると即終了だから気合い入れてやるんだぜ。さ
散漫でどこかの城狙われてるな。矢印的には沖潮城かな。さらに5万追加だぞ。やはり小谷城付近は全部狙われたね。でも沖潮城に3万がよくわからないな。耐久値と兵糧問題があるんじゃないかな。あとしれっと毛利家も1万で水戸や城に来てるよ。ここもさすがに守りきれないからスルーしていく。時間稼ぎだけはやるけどね。水へたり城攻め成し遂げたり。月谷城制圧。不意打ちだからほとんど交戦しないで制圧できたんだぜ。じゃあ次は二条御所狙っていくよ。あと後方の中国地方部隊は岡山の城を攻めれるところから攻めていってもらってるよ。いかにすべきか。二条御所の戦い。光秀の部隊がいるな。ここからは最終決戦だから東洋失敗したら全員処断していくよ。あと異風峡も狙えそうにないから弱、中を中心にやっていく感じになると思う。とにかく兵力、城を制圧していくんだぜ。今回の出陣では工場も入ってくるからなるべく兵力温存するために優勢勝利狙っていくよ。部隊壊滅は最小限にやっていくんだぜ。ありえませぬ。まさかの軍制圧ゼロだな。ありえませぬ。我らの巨人が攻められたか。高田城制圧。後方の方が城主強いの揃ってるんだぜ。いかにすべきか。二条御所の戦い。今回も威風弱だな。騎乗さえすれば連戦もできるし、今は兵力どんどん削っていって城奪っていくよ。ほとんど戦わず優勢勝利。それでも武勇さで足止めしても被害が結構出るんだぜ。制度改新星さんまだ発令できないから主力最前線に持ってこれないんだよね。風よ、アガナを運べ。おお、今度は周り一体だな。ありえぬ。この威風範囲の敵部隊がどれだけ消えるかだね。ほとんど消えたな。これで二条御所周辺は一気に攻城できそうだね。拠点も徐々に中国地方に移していくよ。今現状の兵力順だよ。織田家の兵力10万減ってるんだが。合戦と長宗我部家との戦い、あと北条家とも戦ってるみたいだから兵力どんどん減ってるみたいだよ。これ北条家が織田家飲み込んでいったらこっちにも勝機あるな。リミッター外れた北条家は桁外れの勢力拡大スピードだから多分織田家、徳川家と飲み込まれていくと思うよ。今回はここまでにしようかな。次回からもっと激しい戦いになりそうだから楽しみにしてくれよな。外部サイトで生配信もちょこちょこやる予定だから概要欄から飛んでフォローお願いします。よろしくなんだぜ。チャンネル登録がまだの人は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。頼んだぞ。それでは、ご視聴ありがとうございました。